あのドクロの中にいたやつだとね、結局仙台学園。あーあーあー、BGM がおかしい。SE がおかしい、SE が。SE がおかしいんだけど、歩く分には大丈夫。あ、お金を取るとうるせえな。だお金取らなきゃいいんでしょ、じゃあ。わあ、あれ釣りたい。めっちゃ釣りたい。まずこれバリア取ろう。で、お金を取らないでいこう。音バグがすごいから。やめて。音が鳴るようなことしないで。いや、もう今あれ、爆発音。どこ行けんや。くそ、あいつ倒すか。倒せないのか、もしかして。やっ！おもし沈もう。うぅ。これは何なの？うわ、ほら。んぴゃーっつって。開けてくれ。頼む。どうすればいいんだ？いやー、すんごい音。え？あ、いた、カエルくん。もう死んでんじゃねえ、あの泳ぎ方。カエルがあの泳ぎ方してるとこ見たことないよ、俺。ギリギリだろ。ああ。なるほどね。排水した。お、知らねえ魚がいるか。釣ってみっか。なんだお前は。あ、知らない魚じゃないわ。めっちゃ知ってる魚。わあ、もうカエルいるじゃん。カエル釣って終わりにしようぜ。なんかいけんな、あそこ。ちょっと待てよ。そんな隠し通路みたいなの見せられたら俺もう行かないと。これはもう釣り基地としてさ、行かないと。これだって、え、行かないんすかって言われる多分。おーおーおーおお。さあ、これどうなってんのこれ。何ですか。なんか言えよ。警告、真ん中に線があります。抜けやすいの引かないように。ああ、なるほどね。わかった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 。真ん中の線を引っこ抜けばいいんだ。やってみようぜ。楽しみ。どれ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 よ、真ん中の線って。なんかドキドキしてきた。すんごい悪いことしてる気分。悪いことする気分だよ。ダメって言われてることやる。うい、抜いた。抜いたことにより水深が下がる。真ん中に行けるわけではない。真ん中には行けない。俺は今何をしてる。下を、あー、下の水が増えたわけだ。これにより何が変わるの。これによりもうそれが気になる。早く教えてくれ俺に。これによりどうなるんだ。なるほど、これによりそこが入れるようになるのか。これが入れるようになるんだ。はい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 。これが入れるようになり、しゃあ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 、先に進める。うひょー。
それでそれでこっち側に行けるわけだ。でここにはもしかして俺の知らない未知なる巨大魚が眠ってるんじゃないか。ウツボ、まずはウツボ、ご機嫌ウツボ、今のはご機嫌ウツボですね、皆さんご存知。あとは、あとは何がいる？またご機嫌ウツボ、のんびりシャーク、元気ハンマーヘッド、元気ハンマーヘッド。あれなんか大したことないの？なんすか？なんかまだある。水面にガラスが張ってあります。割りやすいように衝撃を与えないように。どういうこと？うわー、いた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 。これ釣りたかったわ、待ってたわ。こいつついに来たな。やばい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 。無敵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 なやついる、無敵なやつがいる。どうすんだあれ。ちょっと待って、マジでどうすんだ。まあいいや、もう戻して落ちちゃう。いや、釣るぜ釣るぜ。ちょっとそんな意地悪しないでよ。来いや、来いよ。ついにラスボスだな、マジで。こんなレア魚いないだろ。ほい、来たー、ヒット。でけえ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 、今まで一番でけえ。超チアンコのな、だからなんだ、うわーすげえ、人間みたいな歯。ほらほらほら、来い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 、いける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 。もうこんなに近いんだから、腕で手繰り寄せろ。ちぎれそうだけどな、腕が。いやすごいすごいすごい、これは 5555g いくでしょう。松井秀喜2人分、厳密に言えば違うけど、すごい。いやーいいねいいね、いいよ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 。どうした、元気出せよ、元気出してこ、元気出してこ、元気出して。よし、あと 8m。 ビッグ、お前から近寄るってこともやっていいと思うぞ俺は。なんかそんなところでなんかシャに構えてなくていいんだよ、別に。自分から行けよ、自分から。結局ね、ナンパもそう、数打ち当たるから、手数の勝負だから。ああいうのは200人当たって1人引っ掛ければいいんだから。でも200人当たんないと1人も引っ掛けれないから。ちょっと全然ダメじゃん。ちょ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 、これ強い、今までで一番強い、マジでマジで強いよ、マジで強い。なんなんお前、何これ。全然、あ、来たか、ついに言われ始めたか、言われ始めた。こんな爆弾ボンボン落とされてたら、強い、どんどん批判される。また嘘でしょ、何にそんなに。こいつスタミナが最強なのか、もしかして。スタミナ最強説あるな、スタミナ最強説あるぞ。合ってんのかな、この釣り方で。どんどん距離が離れてる。合ってんの、合ってんの、合ってるっぽいぞ。この糸を引っ張るシステム合ってる。糸を引っ張る、バカが考えたバカの釣り方みたいな感じになってる。いける、あと 5m、 4m、 いける、いける、来い来い来いって。お前ちょっと、お前なんかおかしいって言われない、なんか
こんなにお膳立てしてるんだぞ。いけるって。こいって。やった1760。嘘。最大は越さず。そんなことある？いやーもう登れデブ。ついにはっきり暴言言ったな今。マジで？あれ？終わり？終わりですか？あ、終わりですか？じゃあ、あの魚を釣るためのこの、だから、場所だったわけね。そういうことでいい？じゃあ。じゃあもう、帰るでいいね。いいね、もう。いいよね、じゃあ。帰るで。いるし、こっちにも。普通にいっぱいいるし、今の提灯あんこ。あの最後のイケスみたいなところにいるレア魚じゃなかった？ここら辺にはもうたくさんいるんだ。あのちょうちゃんとは。そんなことがあっていいのか。帰るどこや。お前のせいでも大変だもっちゃ。おサメまあまあでかいサメ。ここら辺で1700超えた。1700g 超えたら多分まあ大物なんじゃないか。という考えているんだけど、どう思う？やっ！え？釣れないんだけど。え？あ、これか。え？あ、やった、危ね。終わりかと思った。積んだのかと。あの提灯あんこが俺の人生を狂わしたのかと思った。どこを訴えれば、何を訴えればいいんだと思った。ちょっと。だったー。来いよ、帰る！終わらそうぜ、マジで。終わらせよう。この長かった戦いを。異次元のところで釣りしてんな、おい。来い、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 ヒットー！笑かしてくれるな、マジで。ヒット！ふん、ふん。ふん、ふん。なあ！一回で来いや！むちゃくちゃじゃない、今の。結構釣れたなぁ。やっと！もうどっかに行っちゃダメだよ、カエル君。ん？何？なんだ？ああ、過去に行くのね。あれ、ここは。
これビッグは見覚えあるのかな。カオスエメラルドに関しては正直ビッグは何にも関係ないんじゃない。ここで釣りするのかな、もしかして。すごい、いいの、こんなところに。あ、これが出会いなんだ。私のこと信じてくれるのに。これが七つのエメラルド。来たのか。不思議だね。ミカもこういうファンタジーな世界から。なんか危ないみたいだぞ。せっかくカエル君を助けたのに、無事にここを出ないと意味ないよ。尻尾つきっぱだけどいいのか。逃げないと。あ、そういえばなんか。非常事態が解除されました。モノレールの通常運転を再開します。なんかあったじゃん、カエルくんがなんかカオスになんか連れてかれてる映像あったよね。なんかあ、カオスの体の中にいるのか。体の中にいるカエルくんを見て、カエルくんっつって、カエルくん。なんでこれ、ビッグは今、カエルくんどこに隠してると思うんだ。胃で、胃、胃の中に行く。あ、これ乗ってくんじゃない。やった、トネイドゴーダー、トネイド。そんなシステムない。わあ、あれはカオスじゃない。大丈夫これ。あ、近づきすぎた。やや、抜け出しおったか。しかしちょうどいい。どっちに喋ってる。カオス、それだ。ああ、カエルの方に喋ってんだ。カオスエメラルドと共に。ああ、見つめ合ってる。どうした、カエル。ピョコピョコ。ああ、なんか吐きそう。あいやー、別にカオスに取り憑かれてたわけじゃないんだろうな、多分。うわ、いいぞ。よし、あとはカエルじゃ。なんでカエル取り憑かれ。そいつがお前のなくした尻尾を持っておる。あ、そういう仕組みだったんだ。そいつを取り込めば、お前は完全な体を取り戻せるのじゃ。慌ててる、慌ててる。食べられちゃう、カエルが。あー、カエルから向かってった。あー、尻尾がこれでなくなりの、カオスに尻尾が生えの、そういう仕組みだったんだね。なるほどね。カオスエメラルドによって尻尾が発生したわけじゃないのか。遅かったか。遅かったね。カオス、これがあのカオスなのか。そうなんだ。
巻き込まれてんな。いいぞさ、カエルくん、さ、カエルくんを助けなきゃ。あのカエル、友達なのか。よし、俺が奴の動きを止める。ありがとう。その間に何とかするんだ。最後確かめちゃくちゃ楽だった気がするな。よし、カエルくん、今助けるぞ。投げたら終わりだった。なんかマーク出るんだけど、ちょっと覚えてない。ここに投げろってのがあるはず。あるじゃん、あれあれ。あれに投げたら確か終わり、勝ちだった気がする。もうその瞬間ヒットってなった気がする。おらー、ダメか。おらー、おらー、おらー、おら、やったぜ。終わり、終わりです。トムの勝ちです。やった。おい、後ろ後ろ。よし、もう離さない、もう離すなよ本当に。よし、あとは俺に任せて、早く逃げるんだ。ありがてえな、うん、ソニックの旦那。さあカエル君、ここから逃げようよ。ここから逃げよう。おお、 BGM。 まあ、まだ続くの。俺もうコントローラー今もうぐるぐる巻いたよ。コードやばい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 。どうすんのこれ。え、あ、これ乗ってくの。あ、これ乗ってくの。乗れる？使えるのかな。それはこっちのセリフだよ。動かし方わかんない。それだろ一番の問題は。まあいいか。いけるの？エンクキャリア。まあ、結局ビッグは普通に生活してた、ミスクルーイングで普通に生活してただけなのにめちゃくちゃ荒らされたな、エッグマンと。そしてまあエッグマンなんだな、カオス奴らに荒らされ、まあ、その平穏な日々がまた帰っていく、そういうことですわ。長いんだよ。もうこれでエンディングでいいじゃん。最後一緒にステーンって転んで、わあ、いらない、いらない。うわ、カエルもどういうつもりなんだ、どういうことだ。やっぱりなんちゃこれ。終わった？あ、終わったわ。ということで、ビッグ編ご視聴ありがとうございました。多分動画自体は短いんだけど、収録時間は一番長かったわ。もう本当に大きな魚いねえかっつって探し回ってさ、まあなんか全然毛色が違くて、まあ、ガンマも面白かったけど、まあ、ビッグも面白かったですね。以上で、ビッグ編終了になります。次回からはですね、エンブレム集めをしまして、すべてのエンブレムを集めてからついに真のエンディング、スーパーソニック編に入りたいと思います。ということで次回は全コース周りのすべてのエンブレムを集める作業に入りますんで、少々お時間いただくかもしれません。というか少々お時間いただくと思います。ね、その間ね、違うゲームの動画とかも上げつつ、まあ、やっていくと思うので、たまにぜひ興味がある方はいろんな動画見ていただければなと思います。では。